Capcom presents
Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes. Thanks for playing Marvel vs. Capcom 2. Your name will be inscribed in the pages of fighting history. Thank you.
と負けてしまいました私の勝ちね。さ、次の相手は誰かしら。では斉藤私めが相手は誰でもいいわよ。かかってきなさい。SNK Millennium Fight 2000. You know
mastermind. K2 Millionaire Fighting 2001. Thank you.
盛り上がっておるようじゃな。それにしてもいい月じゃ。どこの月だろうがウサギはいないぞ。まったく夢のないやつじゃの。ペッタラコペッタラコをやっとるかもしれんぞ。それはもうウサギじゃない。こんなところに呼び出したのはそんな話をするためか。 会場に戻るぞ。レジ。ん?あの時、主は、自らの命を絶つことになる術を、使おうとしたであろう?その話か。結果的に、俺は生きてここにいる。運が。そうはいかん。またこういうことが起こったら、主は、 同じことをするつもりか?主の人間の命は短い。それなのになぜそれをもっと短くしようとする?言ったはずじゃ。わしの命は、わしの時は。俺とお前、どちらが先に死ぬか、まっとうな仕事じゃない。 いつ死ぬかなんてわからん。ただ、命をかけねばならん時だけは、謝りたくはないと思ってる。10年前、親父はそうやって死んだ。そうじゃ。あやつは、わしが。自分を責めるな、シャオム。親父は、 その時を謝らなかっただけだ。大間の企みを阻止し、お前を生き残らせた。そしてお前は、俺を組織の一員として育て、俺は、大間の計画を潰すことができた。そう考えれば、親父の死は約束されたものだったのかもしれない。
それが、主らと異なる時を生きる、わしの役目だというのか。そこまでは知らんさ。言ったろ？任務の中でいつ死ぬかなんて、誰にもわからない。ただ。ただ？お前が先に行くなら、俺はそれを見取ってやる。俺たちは、どちらかが死ぬまで、コンビなんだからな。レイジ。わしも、約束するぞ。主は死なさん。そして、わしも死なん。主がこの仕事を引退するまで、わしが面倒を見てやる。シャオム。それだけではないぞ。炊事洗濯からよとぎまで、何でもござれじゃ。よれよれのじいさんになったら、介護だって任せ。つきっきりで見てやるからの。そして、最後に主が死んだら、毎日墓参りをしてやる。毎日きれいに掃除して、毎日花も供えてやる。そのつもりでおれ、レイジ。そいつは超常。何年先になるかわからんが、死んだ後まで面倒を見てくれるとは、至れり尽くせりだな。おっと、早速じゃな。それはダメじゃ。寿命が縮まる。何するんだ、返せ。ダメ。それに、タバコはキスの味が悪くなるでな。何？おい、こんなところで。大丈夫じゃ。月しか見ておらんでな。
Thank you.